皆さんこんにちはレック専任講師の松本です今回はですね令和5年度の土地家屋調査試験本試験を受験される皆様に関わってくるそんな内容の動画となっておりますもうすでにですねあのご存知の方もいらっしゃるところかとは思うんですけれども先日令和5年の3月ですねに法務省から通達がございましたそしてその中に 土地家屋調査試験を受験される皆様に大きく関わってくるそんな内容がございました何か共有地について共有地についてです共有地についての分筆あるいは合筆の登記について今までと変わってくるぞそんなお話となっておりますまずですねまず令和5年の4月1日から民法の共有に関する規定ですね 改正かかってくるところなんですけれども令和5年の4月1日からその改正施行されるということになっておりますそして現在も施行されているというところですねそしてその中でです共有,物の共有物に変更を加える行為共有物に変更を加える行為のうちその形状または公用の著しい変更を伴わないものすなわち軽微な変更につきまして警備変更につきましては 各共有者の持ち分の価格に従って過半数で決するよそんな風に改正がなされましたそしてもうすでにね皆様はその内容にのっとって学習を進められているところかと思いますそしてですそして今回の通達では共有地についての分筆あるいは共有地についての合筆の登記につきましてこれが今の警備変更に該当する。 すなわち共有持ち分、持ち分価格の過半数を超える共有者から申請することがで,できるようになったよ。それ以外の共有者のが申請人になることは必要ないと取り扱い変わることになりました。ですので皆様今までは共有地共有地についての分泌登記あるいは合筆の登記の申請は 表題部所所有有者または所有権の当期名義員の全員全からら申請しなななければならないそんな風にずっと学習をねされてきていただいたかと思いますけれども今後ははい持ち分価格の過半数を超える共有者から申請することができるようになったとまずこの動画では是非ねこれは押さえていただきたいと思いますそしてそれ以外にも試験に関わってくるような内容というものはその通達の中にあるんですがあるんですなので レックの講座受講していただいている方であれば、マイページですねレックのマイページの方に今回の通達の内容を掲載したレジュメがございますここちちららですねこちらのレジュメがございますので、必ずね確認されるようにしてみてください。そして、それ以外、例えばレック以外の予備校さんなどをご利用している方であれば、やっぱり何かしらそこで情報というのは出ているかと思いますので、ぜひね確認されるようにしてみてください。そして 今回の通達なんですけれども現時点で現時点と言いますと私この通達出てから割とすぐにこの動画を撮っているんですけれども現時点で書いてある内容これどうなんだろうなっていう部分が正直に申し上げてあったりしますですけれどですけれど大丈夫ですからねですけれどこれから新しい情報が出ると,出るとかですかあ,あるいはそのどうだろうなって思うような内容についてあこうだっていうものが確定しましたら 受講生の皆様には必ず随時情報を発信してまいりますのでその辺はねぜひ安心していただければなと思いますそしてレックでは今後討論、模試というものが始まっていくということになります範囲指定討論、直前ファイナル討論、そして公開模試さらに最終チェックテストですねこれらのものが始まっていくんですけれどもこれらの討論、模試につきましては今回の通達の内容を踏まえた出題 あるいは解説文を掲載する予定となっておりますのでその辺も、ね、ぜひ安心してもしし受講していいいただければなという,ふうに思います、はい、何より今回の動画ではねぜひ先ほどにもお伝えした通り共有地の分筆あるいは共有地の合筆の登記が持ち分価格の過半数を超える共有者から申請することができるようになったぜひ、ね、この点だけでも持ち帰っていただければなという,ふうに思います。 ははいそれではですねちょっと短いんですけれども今回の動画これで終わりにしたいいと思います今回の通達につきましてはやっぱりねいろいろ不安に思われたりですとか心配に思われている受講生の皆様たくさんいらっしゃるかと思いますけれどもその内容につきましては私たちがもう責任を持って情報を発信して受講生の皆様フォローしてまいりますので皆様は、ね、学習これから本試験まで継続するそこにぜひ注力していただきたいなというふうに思います。頑張ってまいりましょう それではですね今回の動画これで終わりにしたいと思いますお疲れ様です